今日は久しぶりに名古屋でね再会と。まあそうです。一年ぶりだ。それももうあそんなもんですかね。なんかちょっと寒い時期あったっていう。あ、やったかな。だ一年半ぐらい空いてる。ああ、そうです。でもこの間さ、はい。矢倉大吾で。サインを吉田さんがパラパラって、キラーカーのコックスのサインキラーカーのコックスなんか全然怖くていけないんですよ。いけないよな。うまそうなの。いや、80年代にこっちは結託取ってるやつもあれもなかなかいけないよ。こっちはなんか我関せずって感じでやらせてたじゃないですか。やらせ放題。キラーカールコックスはめちゃくちゃ無理ですよ。いやー、そんなこと言うたらそのタイガー Z ショーも無理やな。タイガー Z ショーも無理っす。いけないよな。絶対無理っす。いけないいけない。国際ブルースで食ったらジップシー場もいけないし、いけないよな。僕でもジプシー・ジョーが、ポーゴの団体、ポーゴの団体、何したっけ、ウィング。ああ、そう、ウィング。ウィングで、ポーゴさんの晩年の時に、僕、見に行ったんですよ。花見ですもん、やっとったやつ。やってました。でも、そのウィングでは、ジョーさん、デビューやったんです、デビュー編成。みんな、あれ、意味なく持ってはやさんとったよな。まあ、ネームアリューで、僕はその全部の試合が終わった時に、ジョーさんに拍手するの。ジョーさんありがとう、はいはい、はいはい、すごい穏やかなんですよ、その時は。まあ、そういう立場になればそう。デビューフェンスで、デビュー。で、国際プロレスにはちょっとね、無理やったよ、それは。ジプシー嬢のサインもらうのはちょっと知らんの技よ。あー、なるほど。バント届く場所とかジプシー嬢のサインはなかなかもらわれへん。いやー、もうなんか、食うでなくなりそうですよ。いやー、そんな国際プロレス時代のバント届く場所の試合も見たけど、こんなの結構バンじゃん。原骨でゴーン殴ってさ、スピードはなかったけど、そう、うわ、握っててガーンやな。ほんまに痛そう。スピードはなかったけど、あれスピードだったらもっと怖い。スピードなかったけど硬そう。井上さんがそのタイトル取られたんですよね。確かに、まあ、場所に場所に、うん、で、この間この時に諏訪さん聞いたんですけど、その外国人レスラーと飲み行ったことないんですかって言ったら、ないって言って、ジプシー・ジョーはものすごいハングリーやったんですよ。で、来日しますよって言ったら、まずカップヌードルを箱買いするんですって。で、それをご飯、もうその3食っていうか、そのご飯にするから稼ぐために彼が来てるっていうのが、すごい素晴らしいのは、この人稼ぐために来てるんだな。なるほどね。そう、どういうことだった。よしよしもそれは設置やったらな。でもあの人って81年のビッグサマーシリーズまで来てるけど、じゃあ最後はどうやったかな。どんだけ約束守ってもらえたんやろうな。約束とは、そう、言うてるギャラちゃんと払ったよな。あー、なるほど。というのはあるで。でも最後まで来たんだもんね。でも状況は分かってたと思うから、その中でね、僕は偉かったから、ちょっとダンピングしてえなっていう話に当たって、1週間100ドルちょっと下げてもらうんだし、あのね、ダイナマイトシリーズからビッグサマーシリーズのポイントで、あれね、闇でね、タイトルマッチやってるの。ジップシュートでラッシャー・キムラ。闇で。闇で。いや、
公式記録載ってない開拓マッチやってる。そうそう、だから投資盛りとかにも載ってない、載ってないんですか。そうせえへんかったら工業売れへん、プロモーターに。もう無理やりやらされた。でも無理やりやらされたやつは絡みが詰まってるでしょうね。公式記録乗らない、やってるの木村ずっと長。木村ずっと長って54年6月以降やってない IW 世界でタイトルマッチ。もうそこからもう今日は足は上がるのもいい、うん、でタッグの方でやってるだけで木村さんのシングルを狙ってない、そこで一応決着はついたことになっちゃうね。今日にはスタンプホルダーホルダーそのホルダー逆さ逆さを通してホルダーそうそうそう。まあ、今というかもう20年前でいうサンダーファイヤー。ああそうですよね、ファイヤーそうですよね、まあまあ、あれがジョージョーの決め手になって、そこで金メダルジョーはもうそこで決着がついてしまって、そこからは間も世界にエビックはやってないよね。闇でやってるけど、やってて、ある意味そのラスト西水は何でもある、その遺恨のない金網って切ないですよ。そのただただその金網ってその決着がつかんからっていう最後の手段でっていうあれなんだけど、興行主がその金網やって金網やってって言ったら遺恨のない、テレニプスを釣る頃なんですよ。それまでに何の因縁があるんだろう。そう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 、仕事としてやってる。でやってる鶴見さん もうどうやったら盛り上がるかいうの分かってるわけ。最初やられてね、でもう盛り返すわけ、で最後勝つと、でおおでおたけを上げれば盛り上がるよっていうの分かってるわけ。で狂気でやられて流血したんやったら狂気を取り返して反撃、でおおでやられてるとこでこれが一番盛り上がる。もうあそれはね、ある程度ラッシャーって言ったもこうやればみたいな絡みにするか盛り上がるいうのを見せてるからね、それを踏襲するだけのこと。最後やったクルーさんもそれをやってるだけ。だね、さっき言ってた鈴木菅原って真逆ですよ。2人で何かをやり遂げてお客さんにそれを届けるんじゃなくて、お互いの思惑ありきでどんどん声も鳴らし合いしてしまうんだよ。それはプロレスとして成り立ってないの。じゃあ普通素顔はもうそれでもどうかるかもしれんけど、それはねやっちゃあかんこと。そうですね、で俺もそれは鈴木は悪いと思うけど、死ぬ犯人は誰やねん、鈴木ですよ。あれは死ぬ犯人じゃないから。そうだそうだ、お前何がしたいんやって。アポロス菅原ごときとね、いい試合はできない。もうゴブゴブの試合なんかだったら今は俺が下がってしまうことできないから始まってる。向こう菅原も菅原で、もう集大はさらせる、勝つ気もないけど集大はさらせない言ってるから、あなやあんな感じになる。相手のシューティングを封じる力菅原は十分あるから、ああなる。それをシューティングをさばけないもん、しょぼいレスラーがやったらやられてますよ。あれは一方的にやると終わるの。そうはこれやろ、重さだけのスキルがあったよ。そうですね、だからあれになってるんだ。でもそもそ
部分で言うとあれはもうプレゼントもうちょっとおかしいことになるわけですよ。お客さんも気の毒だし、やってる本人も気の毒だし、そう、そう意外みたいな。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。